イアフエアロバティックチームは、イスラエル航空宇宙軍の極技飛行隊である。南部のハゼリム空軍基地に拠点を置き、2010年までは IAI、続き等使用していた。2010年以降、T-6A 的ン2に運用機種を変更した。イアフエアロバティックチームが拠点を置く、ハゼリム空軍基地にはイスラエル空軍フライトアカデミー、イスラエル空軍博物館も併設されている。 イアフエアロバティックチームはイスラエル独立記念日の式典やイスラエル空軍の記念日での展示飛行のほか、フライトアカデミーの卒業式でも展示飛行を行っている。現在のイアフエアロバティックチームは、パイロット4名と隊調機の後席に乗るナビゲーター1名で構成されており、いずれも現役のフライトアカデミー教官が兼務している。機体の塗装は、 基本的に他の練習機型と同じで、エアロバティックチームとしての活動をしていない時には、通常の練習機として兼用されている。現在のイアフエアロバティックチームの機体は赤、白の2色で塗装されているが、以前は青、白の塗装であった。イスラエル空軍で最初に、編隊飛行を行うチームが編成されたのはイスラエル、独立直後の1950年で、 かつて練習機として使われていた PT-17 を使用する小規模な極技飛行チームとしてフライトアカデミー内に編成された。その後、非公式な展示飛行編隊がハイファ空港やラマトダビド空軍基地で活動を行うようになった。これらは2から4機の T-6G 敵3、スピットファイアン、P-51D マスタングなどにより構成されていた。 1954年8月18日、展示飛行のためラマトダビド空軍基地を離陸した3機の P-51 デーマスタングのうち2機が飛行中に空中衝突し、両機のパイロットが死亡した。この事故を受けて、イスラエル空軍は正式なエアロバティックチームを創設することとなった。3ヶ月後、イアフ・アエロバティックチームがハテリム空軍基地に編成された。 装備機種は T-6G 的さんであった。1960年代に入り、イアフエアロバティックチームの装備機はフーガ・マジステールに更新された。フーガ・マジステールは1950年代に初飛行しており、1960年代頃からイスラエル空軍でも練習機、あるいは軽攻撃機として運用されている。フーガ・マジステールは開発国のフランスにおいても、 空軍の極技飛行隊パトルイードフランスで1980年頃まで使用されていた。IAI キッとはフランスで開発された風がマジュステールをイスラエルエアロスペースインダストリーズがライセンス生産した発展改良型のジェット練習機でイスラエル空軍の練習機として1980年代より運用されている。IAI 通気との部隊配備は1983年に 開始され1986年に完了した。イアフエアロバティックチームの装備機種も同じ時期に風が混じっているから IAI、キッとに更新された。T-6A 的産通はスイスのピラタス社が開発したターブプロップ練習機であるピラタス p c 9を冷戦オンビーチがアメリカ軍向けに回収した練習機でアメリカ軍に1999年から 配備されている。イスラエル空軍でも2009年から IAI の後継機種として配備されており、エアロバティックチームも保有する4機の続きと種を2010年頃に T-6A に更新した。敵3と PT-17 は引き続き利用されているが、極機飛行は行わず、2機で編隊を組んで飛行するに止めている。また PT-17 は、 上部主翼に国旗を立てて飛行する。ありがとうございます。